皆さん、こんにちは。夏美です。ジャパンテレビの本日ニュースを聞いていただき、誠にありがとうございます。サブスクライブして、最新のニュースを聞いてくださいね。本日の主な内容はこちらです。岡田和地会の嫉妬、憂鬱な日々を乗り越え、内藤哲也が2冠王者、1月4日と5日、史上初の2日連続で行われた、新日本プロレス最大の、 祭典、WRS と LE 金 GDOM。それを締めくくる1月5日のメインイベントで、内藤さとし矢オ岡田カ地チに勝利し、IWGP ヘビー級と IWGP インターコンチネンタルの両タイトルを手にした。1月5日のダブルタイトルマッチに勝利した内藤。2巻をかけた2日間の戦いは熾烈を極めた。1月4日のセミファイナル。 IWGP インターコンチネ、インタル選手権で、内藤は王者 J ・ホワイトと対戦。終始、J の左膝への集中攻撃に苦しめられた内藤だが、最後は J の必殺技ブレードランナーを切り返し、逆に必殺技デスティーノからの辺襟固めでフィニッシュ。昨年9月に J に奪われた王座を奪還した、続く目、インベントの IWGP ヘビー級選手権で、 挑戦者、イブシコータを下した絶対王者岡田と相対し、対1月5日のダブルタイトルマッチ。前日の激闘でダメージが蓄積している二人の戦いはし、戦いになった。序盤、内藤は必要に岡田の手を攻撃し、対する岡、ダモジェイに痛めつけられた内藤の左膝を攻める。その後も一心一体の攻防が続き、終盤のエルボーの立ち合いでは、 観客の声が会場に響き渡るなどボルテージは最高潮に達した。そして30分は山。ナイフ時の左膝を持ち上げてリングに落とした岡田は、苦悶の表情を浮かべる内藤に必殺技レインメーカーを4発打ち込む。攻撃の手を緩めずにダメ押しのレインメーカーを狙うが、内藤はデスティーノで切り返し、左膝をかばいながらスターダストクレスへ。 これはカウント2で返されるも、最後はデスティーノで、畳みかけて3カウントを奪った。これまでない富士は、東京ドームで岡田に2連敗を期して、いたが、3度目の正直で初勝利。試合後のマイクパフォーマンスで、2冠王者となった喜びを語った。日本中のお客様、世界中のお客様、逆転の内藤、徹也を堪能していただけましたでしょうか。俺は、 この東京ドーム2連戦のことを忘れることはないでしょう。この2本のベルトと共に前へ進みたいと思います。その逆転の言葉が象徴するように、内藤のプロレス人生は苦難の連続だった若き日の内藤は、棚橋博中村晋介に続く新日本プロレスのエースとし敵対され、自身も 20代での IWGP ヘビー級王座体冠を目標にしていた。しかし、それが叶えられぬまま30歳を迎えようとしていた20、12年の1月、アメリカでの武者修行を終えて帰国した岡田が、当時の IWGP ヘビー級王者だった棚橋に勝利。15歳でプロレスの世界に飛び込んだ当時24歳の天才に、目標としていたベルトをかさらわれた。 そんな岡田との一度目の東京ドーム対決が実現したのは2014年のこと。IWGP ヘビー級王者の岡田に前年度に G1 クライマックスを初制覇した内藤が挑戦することになった。中学時代からの夢でもある1.4のメインを飾るはずだったが、事態は思わぬ方向に動く。同大会のダブルメインイベントとして中村 VS 棚橋というインターコンチネンタル選手権も組まれ、試合順をファン投票で決めることになったのだ。結果、インターコンチネンタル選手権の得票数が IWGP ヘビー、e 級選手権を上回り、岡田 VS 大道はダブルメインイベントの第1試合、実質のセミファイナルになってしまった。内藤は一連の流れを受けて、新日本プロレスは、 ナイフ時にドームのメインを任せるのが不安なんだな、と思いましたとコメント。一部の岡田のファンからも、お前のせいでセミファイナルになったんだ、というヤジを浴び、心を痛めたという、失意の IWGP ヘビー級選手権で、ナイトハオカダに苦敗。翌月には、当時保持していた、N、NEVER 無差別級の、ベルトも石井智博に奪われ、 G1 初優勝から半年を待たずして状況は安定した。ない、富士に対してのブーイングが徐々にエスカレート。都内の会場で行われる大会を毎回のように観戦していた内藤の母も、息子へのブーイングを聞くことに耐えきれなくなって足が遠のいていった。当時、古くからの新日本プロレスのファンであった筆者は、 高楽園ホールでの大会で初めてない富士に対面する機会があったが、高楽園ホールで僕にブーイングしてるでしょ、と言われ困惑したことを覚えている。今だから言えますけど、試合をするのが嫌でした。若、手時代からずっと、明日も試合がしたい。試合が楽しくて、しょうがないと思っていたのに、この頃は大会前日になると憂鬱になっていました。1、 気にトップにのし上がっていく岡田への嫉妬に苦しみ、くすぶり続けていた内藤に転機が訪れたのは2015年5月のメキシコ遠征でのことだった。日本でもたびたびタッグを組んでいたラソンブラカ、ラ誘われメキシコのプロレス団体 CMLL で活動するユニット、ロス・インゴベルナブレスに加入。そのメンバーとして活動する中で内藤は観客の声、 縁を気にせず、好き勝手に自分のやりたいことをやっていいんだとき、づく、それまでは観客の反応を気にしすぎて、逆に試合がファンの心に響かないという負のスタイラ、ルに陥っていたのだ。今では儀ねセリフとして浸透している、トランキーロ、スペイン語で、冷静に、落ち着けという意味もそこで生まれ、同年6月に、外戦帰国、試合では一人だけ遅れて入場したり、 ゴングが鳴って、も入場時のスーツを着ていたりと、やりたい放題の行動に、ブーイングがやむことはなかった、が、内藤はそれを心の底から楽しんでいた。殻を破り捨てた内藤の姿に、観客の反応も変化し、ブーイングは次第に歓声へと変わっていく。同年の11月には、ロス・インゴベル・ナブレス・でハ・ポン、でハポンはスペイン語で、日本のという、意味を結成。 2016年初頭には、中村ら新日本プロレスの主力選手が WWE に移籍するを、い風も吹き、内イフはその年のプロレス大賞で、最優秀選手賞を発う、賞するなどスターダムを駆け上がっていった。そして、2017年に G1 クライマックスで4年ぶり2度目の優、かを果たし、IWGP ヘビー級王座への挑戦権利賞を手にする、翌年の 1.4の相手は、東京ドームで2度目の対戦となる岡田。2014年の対決時とは異なり、入場時には割れんばか、リの内藤コールが巻き起こった。声援を受けた内藤は、熱戦を繰り広げるも敗戦。試合後、岡田は、内藤さん、東京ドームのメインイベントは最、高に気持ちいいだろ、勝つとな、もっと気持ちいいぞ、と内藤の背中に言い放った。 その言葉を胸に三度東京ドームに戻ってきた内藤は、1月4日に飯服に勝利して、翌日の対戦が決まった岡田に対し、2年前の東京ドームでのマイク、覚えてるか史上初の異業、そして東京ドームで、か、リゴの決まり文句、で、ハポンの初めての大合唱、名飛岡田を倒した上で実現させてやるぜ、とリベンジを誓い、見事に勝利を収めた。 ナイフジはリングを去る岡田に、東京ドーム初勝利。すごく気持ちいいな。またいつか勝負しようぜと滅。政治を送り、公約通りのデハポンの大合唱で、夢に見続けてきたいただの景色を存分に味わう、はずだった。しかし大合唱を前に、同日の試合で NEVR 無差別、級の王座を後藤洋王妃に奪われた慶ンと絵が乱入。 吸収を受けてリングに横たわる内藤の上に乗り、2本のベルトを持ってあぐらを組む敬遠とへは、ダイブーイングが起こる中で内藤への挑戦をアピールし、た。結果、2月9日の大阪城ホール大会で2冠をかけたた、イトル戦が決定、1月7日に行われた会見で、内藤は敬遠とへの行動を、勝利した人間のみが味わう、特別な空間に飛び込んできた。 勇気のいることと認めながら、J、飯福岡だ。内藤寺、4人に比べたら1枚、2枚、3枚ぐらい落ちるんじゃないですか。美味しく料理してやりますよと帰り討ちを宣言した、史上初の二冠王者に輝き、歴史に名を刻んだ内藤。しかしベルトを巡る争いは、早くも動き始めた。逆襲を遂げた内藤のストーリーは、2020年も激。 どうになりそうだ。ご視聴ありがとうございました。何かご意見があれば、コメントをしてください。また、最新のニュースを見れるように like ボタンとフォローボタンの多くを忘れないでください。